はいどうも、ジョリンです。今回ですね、iPhone12 が発表されました。で、iPhone12 のスペックとかに関してはもう公式サイト見た方が早いんであんまり触れません。なので今回僕は iPhone12 自分が何を買おうと思ったのか、そしてどういう人におすすめなのかっていう点だけをちょっと紹介させていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。 iPhone12 と iPhone12 mini とで iPhone Pro と iPhone Pro Max が発表されてます。で、これ簡単に言うと普通のノーマル iPhone は普通のサイズとちっちゃいやつで、プロは普通のサイズと大きいやつが発表されたことになります。だからんで、サイズがですね、普通のやつが 6.1 インチで、MAX が 6.7 インチ、5.4 インチの iPhone mini の2つがあるってことになります。なので、やっぱサイズがね、ちっちゃい方がいい人は mini を買えばいいし、大きくても平気な人は Pro Max が一番いいよねっていう話になります。ただこれ発売日がね、全部ずれてるんで、まあ早く欲しい人は普通のサイズ買えってことになります。で、普通のサイズは16日から予約開始ですぐ発売されるんですけど、ミニとマックス、ちっちゃいのと大きいのだけ発売が遅れます。11月になります。めんどくさいですね。はい。で、結局僕はどれ買おうと思ったかっていうと、僕はプロマックスを買います。まあ理由は簡単ですね。動画性能に差が出るんです。iPhone12 と iPhone12 ミニが大差ないんだ。本当に、これが本当の iPhone SE じゃねえのってちょっと思ったんですけど、iPhone mini ね。非常に性能が良くて、この時代に指紋認証がないっていう問題はありますけど、ね。まあそれどうかなと思います。ピクセルについた時僕感動しましたから。やっぱ、そうだよね、指紋認証いるよねって思ったんですけど、まさかの iPhone はありません。うん、ちょっとそこは僕は正直残念ですけど、まあ、それ以外に関しては、まあ iPhone mini かなりいいと思います。で、今回 iPhone 買い替えるべき人、に関してはですけど、やっぱカメラですよね。カメラこだわる人にしか多分ならないんじゃないかなと思いました。iPhone、普通の iPhone の方見ても、まあ、めちゃくちゃ変わったかって言われたらなかなか厳しいところなんですけど、普通の iPhone に関してはナイトモードとかが良くなったのと、まあその HDR がかなり良くなったっぽい。っていうのはやっぱり、まあ魅力的でありますよね。動画撮影とかする人、ドルビービジョン対応の HDR ビデオ撮影って、これはどうなのと思って。10ビットでしょこれも結局。おいおいと思って、カラーめちゃええやんって。まあもうカラーこだわらん人いらんと思うんですけど。僕も買おうと思ってる、α7S3 っていう、まあすごい話題になったソニーのね、カメラがあるんですよ。それが映画ばりにね、シネマティックに撮れます素晴らしいやつですよって、もう、高感度の素晴らしいやつで、40万円すんのね。43、4万すんのか。ぐらいするやつで、10ビットの 4K。まあ、こっちは120フレームまで撮れるんですけども、120枚撮れるよと素晴らしいのがついたのが40万だよって、10ビットすげえじゃんマジでってみんなで話題になったんですけど、10ビットついたの ?iPhone。は?って思って、そっち行くんだ iPhone って。シャレオツ映像を撮れる方向行くんだって思って、あ、俺好みに来たなと。ちょっとですね。そこに関してはびっくりしました。なので iPhone12 買い替えるならば、やはり写真撮影プラス動画撮影、やっぱ特化したい人向けだなって今回は本当思います。なので僕、たまたまですけど、がっつりマッチしました。がっつりマッチしたんで、もうこれ買うしかねえなと、正直思ってるところでございます。はい。で、なんで僕が iPhone12 Pro、前まではプロ買ってたんですけど、プロじゃなくてプロマックスにするかっていうと、手ブレ補正が強くなるのと、イメージセンサーが大きくなるらしいんですよね。その差でかいんですよ。イメージセンサーって、まあ、要するにカメラのすべてというか、もうその基礎の良さなんですね。イメージセンサーが大きければ大きいほど、まあ、その手ブレを抑えやすくもなるし、当然光もいっぱい入るようになるし、っていうのがあるんで、なので、イメージセンサーがいいってことは、もうすべての性能がちょっとちょんと上がるんですよ。だから普通のプロよか、手ブレも抑えやすくなり、なおかつ明るさも取り入れやすくなり、で、暗所に強いんですよ。で、今回の、はい。今回の iPhone 自体が暗所に強いって言われてるんですけど、まあ、さらに Pro Max だともっといいよねっていうものになるんですね。まあ、非常に素晴らしい。で、なので僕はもう発売日が遅れようとなんだろうと Pro Max を買います。手ぶれが強い方。なおかつですね、今回僕 iPhone、まあ、iPhone mini が欲しいなら iPhone でいいと思うんですけど、別に普通のサイズでいいんだったら絶対 Pro の方がいいと僕思ったんですけど、その理由が、写真ですね、ロー撮影ができるんですよ。まさかの。あ、ロー撮影できんのと思って。ロー撮影もどういうものかっていうと、もう本当にいろんな、色を取り入れやすい、なんていうんだろうな、ファイル形式が違うんです。全く。だファイルの取り入れ方は全く違う。だ色をいろんな色
取り入れることができて、なおかつその強弱もつけやすいんですね。後々加工しやすい。僕もこれはロー撮影じゃなくて、動画ね、これロー撮影じゃなくてログ撮影とかそっち系のやつでちょっとカラーリング入れ替えてとかやってるのが僕今やってるやつなんですけど、シネマティックに撮ってる人たちは大体そうなんですけど、僕がこういう映像の色を乱してるのもそうやって編集してるからなんですけど、それを iPhone 上で画像全然できちゃうと。で、ロー撮影っていうのはそのカラーリングやるときの今のところ最高峰なんです。それで、Apple 独自の、Apple のロー撮影ができるというふうになっちゃいました。これが、ちょっと個人的にはちょっと低レベルでして、もともとね、動画のフォーマットでも Apple ProResっていうのがあったんですけど、それの Apple Pro Raw っていうのができて、今回その動画じゃなくて画像の方に、画像はそれでもできますよと。なので iPhone 上でも全然、画像編集していただいて、カラーリングいろいろ変えて、いい画像を出してくださいってできちゃうっていう。マジで。って、正直マジで思いました。マジで。なので、ちょっとね、まあ、インスタとかもちょっと強化したいと僕ちょっと思ってるんで、まあ、そういう意味ではかなりいいものができてしまうことになります。ちょっと前までピクセルに劣っていたというか、ピクセルの方がいいなって思ってた画像撮影に関して、あれこれ iPhone 来たなって正直今回思いました。なので、画像とか好きな人はやっぱり今回の12、マジで勝って損はないと思います。逆に言えば興味ない人は特に買う必要ない。本当に。はい。なので、素晴らしいんですよ。特にプロマックスですね。マックスの、コーパンマックスは広角でも動画、手ぶれが強い話なんで、前のね、11 Pro 僕一回買って、まあ、返品しちゃって、こっちに戻っちゃった。iPhone X に、10Sに戻っちゃったんですけど、11 Pro 一回使ってるんですね。で、動画も一回試してます。で、動画も普通の、広角レンズだと、まあ、そこそこ手ぶれ効くんで、iPhone ね。あ、そこそこじゃないね。iPhone 手ぶれ結構いいです。だけど、超広角は手ぶれが効かなかったんですよ。なので、あ、超広角で手ぶれ効かんならダメじゃんと思って。じゃあ、あんまメリットねえなと思ったんですけど、今回つくと。Pro Max だと。それは買いだなと。広角って、まあ、もうこのレンズ自体は僕広角なんですけど、広角の方が絶対いいんですよ。で、広角で撮れるんやったら、まあ、家の中ではね、当然この、こういう一眼で僕猫たちを撮るんで、デロパパの方は、そのまま僕一眼撮りますけども、外で、まあ、デート動画とかも撮ったりするんで、そういう時に、まあ、ちょっとしたもん撮る時とかは、あれそっちでよくねって思って。もしかしたらもうそっちのね、性能次第によっては、もしかしたらマジで、デートの時に一眼持たないかもしれない。iPhone Pro Max の性能によっては。っていう考えが僕ちょっと今及んでます。少し前は本当は、その歩きながら撮る時は、ああ、ちょっと GoPro 買って GoPro でやろうかなと思ったんですけど、そこまでやれるんだろうね。そのドルビービジョンね、HDR ですよ。HDR ってことはもうその、はい、ダイナミックレンジが広いんで、やっぱりその、明るいとこも暗いとこも撮りやすいってやつなんで、あれそれでよくねってあれそれでよくないってちょっと改めて思っちゃったんで、ちょっとね、物によってはもしかしたら α7S3 の代わりになってしまうのではないかっていう気も実はちょっとします。もちろん α7S3 も僕買いますけど、両方ちょっと試したい、比較したい。また、あれ、iPhone で十分なのではって、ちょっとだけ思っちゃう可能性もあるので、まあそこはやっぱね、使ってみて、まあやっぱ、ああ、まあ所詮はスマホかって思う可能性もやっぱあるから、はい。そこはちょっとね、考えますけど、家の中では当然ね、一眼の方が絶対にもうみんな全部綺麗に撮れるから、それは変わらないんですけど、こういう動画もね、僕は綺麗に撮りたいから、一眼撮りますけど、うん。ちょっと動く被写体撮るとき、iPhone 12でいいんじゃないかなって、思います。改めて、まあ、そのこだわって、シネマティックにこだわってあんま作らない人とかだったら、本当に iPhone で十分な時代来るなと、思いました、今回の発表を見て。ただ、実際に触れてみないと結論は出ないので、そこは何とも言えません。なので、繰り返しますけど、iPhone 12はやっぱり画像及び動画にこだわる人以外は、まあ、そんなこだわらなくていいかなと思います。他の回転店だと、同封されてるのが、チャージャーがなくなって、USB-C2 ライトニングしか入らないって話なので、あ、みんな持ってるチャージャーってええだよなって思いながら、ね。で、さらにプロに関しては、
ライダースキャナーっていうのがついてるので、ライダースキャナーがあると何があるかっていうと、なんか AR とかでよく本当は使うらしいんですけど、それ以外にも暗いところでピントが合わないってことよくあるじゃないですか。暗いところだとピントがどうしても合わせれない。なんかビュー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 動いちゃうっていうのがあるんですけど、それをちゃんとピタッと止めて合わせてくれるっていう機能があるらしくて、やっぱり暗所に強いと。あれアルファと一緒だなと思いながら、はい。暗所に強いものになっているようです。なので、そのライタースキャナーある時点で、やっぱ僕的にはプロ一択だと思ってます。はい。サイズちっちゃくてもいいからね。うん。まあ、あとは、まあ、マグセーフっていう、ワイヤレス充電がついてるんで、まあ、これも iPhone 12も一緒なんですけども、今まで 7.5W の充電だったんですけど、それが 15W まで。約2倍ですね。完全に2倍か。はい。2倍の速度で充電できると。で、バッテリー容量も上がってるらしいですけど、まあ、ね、充電速度が2倍になるなら全然いいかなって思います。ただ問題は、まあ、そのワイヤレス充電対応してないと意味ないんで、はい、対応してる充電器持ってないと多分ダメなんで、またワイヤレス充電、その高速のワイヤレス充電対応してるやつに買い替えないといけないと思います。それが、どれかちょっと僕分かってないんで、僕が持ってるやつが対応してるのかしてないのかちょっと分かんない。から、なんとも言えません。はい。まあ、そのとこですかね。だから僕は、スマホは、あんまり使ってないんで、正直。うん。まあ、使うとしたらやっぱカメラとして使うことになると思うので、まあ、僕はプロマックスが一番いいと思います。やっぱカメラ性能を考えてね。はい。その、やっぱね、アップルのね、ロー撮影があるということだけでも、プロを使うべきだと思いますし、まあ、あと手ブレですよね。手ブレの強さ、センサーサイズの大きさっていうので、僕は絶対マックスです。値段の差も大差ないんで。はい。まあ、ただ、その、ドルビービジョンで撮った動画のファイル容量がどれくらいになるかわかんないんで、ちょっと撮ってみないとわかんないよ。1分で何キロバイトになるのか。はい。4K で撮っただけでもかなり重いんで、すぐに 1GB とかいっちゃうと思うんで、僕いつもこれ撮ってるやつ、だいたい 10GB 超えてますからね。4K 撮ってるから。それぐらいなんで、あっという間に多分容量バーンっていっちゃうと思いますから、ちょっと気をつけて。はい。気をつけて、使うようにした方がいいかなと思います。はい。なんでちょっと僕は、買うとしたら、ちょっと多めの容量買うかな。120じゃ足りないから 250GB にするかもしれないです。モデルは。はい。というわけで、はい、今回ちょっと iPhone 12の発表ので、今回僕が思ったことと大雑把の特徴ですね。ある程度ちょっと紹介させていただきました。やっぱ僕は今回は本当にカメラ。カメラです。カメラ以外別に気にする必要ないかな。うん、カメラ好きな方が買うべきiPhone だなっていうのは本当思いました。で、僕はもう当然 Pro Max を、はい、11月まで待って購入したいと思いますね。まあ本当はすぐにでも予約しようと思ってたんですけど、予約自体が11月入ってからなんで、しばらくパです。はい。というわけで今回は以上です。でもマジで楽しみ。本当楽しみ。今回の iPhone もちょっとテンション上がってます。僕は。